ヨハン・アダム・ヒラー。ヨハン・アダム・ヒラー。ヨハン・アダム・ヒラー。1728年12月25日から1804年6月16日は、ドイツの作曲家、指揮者、及び音楽に関する著作家である。ヒラーは、ドイツオペラの原型とされる、ジング・シュピールの創作者であるとみなされている。彼は、多くのオペラ作品を、詩人のクリスティアン・フェリックス・バイス。 クリスティアン・フェリックス・ワイズと共同で制作した。また、彼は女性への音楽教育を奨励した音楽教師でもあり、数名の著名な女流歌手が彼に支持していた。ヒラーは、ゲルリッツ近郊の町ベインディッシュ・アーシグに生まれ、同地の学校の音楽教師に音楽の基礎を学んだ。1740年から1745年にかけて彼は、ゲルリッツのギムナジウムで学び、 1746年にドレスデンへ移り、有名な聖十字架学校の学生となった。彼はここでゴッドフリート・アウグスト・ホミリウスから、鍵盤楽器と通奏低音について学んだ。1751年に彼はライプツヒへ移り、法学を学ぶために大学に入学した。ヒラーはこの街で豊かな音楽生活に没頭し、ライプツヒで行われていた第一流のコンサートである。 クローシスカンサートに積極的に参加した。この期間に彼はいくつかの公共曲、教会カンタータやアリア、さらには新託、ダス・オー・アクルと題する断片的なジング・シュピールを制作した。ヒラーはまた彼がドレスデンのブリュール博の世話役になった1754年に音楽における自然の模倣、アブハンドランバー第二セモンでアナチュアインデア。 ムージックについてのエッセイを出版した。彼は、世話役の地位に1760年までつき、健康問題、うつ病のためやむなくこの職を辞した。ライプツヒに戻ったヒラーは、グロススコンサートの指揮者となり、1771年まで、この地位にあった。4年後、ヒラーは、自身の音楽グループ、ムージックビンド・ゲゼル・シャフと、音楽実践団体を立した。また、彼は、 ライブツヒにおいて、若い音楽家たちに自ら歌唱と、楽器演奏を教える学校も設立した。彼の下で学んだ生徒の中で著名な人物としては、コローナシュレーターや、ゲルトルートエリザーベト、マーラ、在籍当時は、旧姓のシュメイリンクラがおり、彼女たちは共に歌手として、喝采を浴びた。また、後に、ベートーェンの師となる作曲家のクリスティアン・ゴットロープ、ネーフェも、この時期に、 ヒラーに支持しており、彼の最も優秀な門弟であるとされている。1778年にヒラーは、ライプチヒ大学に所属する教会である、ポーリンナ・ー・キーシーの音楽監督に任命された。1780年代になると、ヒラーは、積極的に新たな地位に就くようになった。1781年には、ゲバントハウス管弦楽団の指揮者となった。同年、彼は、ミタウ。 現在のラトビアイエルガバにあるクールラント北の宮廷を訪ねており、この訪問がきっかけで彼は4年後に同地で宮廷学長の地位につくこととなった。1783年には従来のゲバントハウスとポーリンガー・キーシェイに加えて新教会ニューカーシュの音楽監督に就任し、このことによってヒラーはライブツヒにおいて音楽の最高権威者となった。 しかし1785年に、ミタウでのカッペルマイスターの地位につくにあたって、彼は、ライプツヒにおける職をすべて辞任した。クールラントの不安定な正常のため、彼はわずか1年後に、同地での地位を辞任している。ライプツヒにおける職をすべて失っていたヒラーは、音楽界を行って、生計を立てなければならなかったが、幸運にも1787年に、ブレスラウで、 音楽監督の地位に就くことができた。彼は2年間ブレスラウで過ごした後ライプツヒへ戻り、かつて J.S. バッハも務めたことのある聖トーマス協会のカントルトーマスカントルとなった。ヒラーは1800年までトーマスカントルを務めた後、高齢のために退職し、この地で1804年に没死した。ヨハン・アダム・ヒラーは19世紀ドイツの作曲家フェルギナント・ヒラーと、 血縁関係はない。ヒラーの分泌業の分野における主要な活動として、雑誌、ワチェントリーシェイのクリシュトン・ウントアンメクン、ダイ・ムージック・ビット・レフェンド、音楽に関する習慣の報告と初見の刊行が挙げられる。これは公演の論評、新しい音楽の刊行お及びその他音楽に関する様々な随筆などを含んだ音楽雑誌であった。この雑誌の記事から、 ヒラーは音楽における新しい傾向を好み、JS バッハやグルックよりも発声を好んだということが明らかになっている。ヒラーの執筆作品の多くは教育学に関わるものである。それらの作品においてヒラーは自身を音楽の知識がすべての人の教育に不可欠なものであると考える有能な教師として紹介している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。